アイテム番号 SCP-566JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-566JP はサイト8181の冷蔵機能を備えた定期見物収容ロッカーに保存してください。日本全国のレジスターに設置された装置と注文伝票の監視システムにより、新たな SCP-566JP の入荷及び購入記録は直ちに担当職員に通達されます。担当職員は該当する売り場に対してカバーストーリー、販売差し止め、ストーリーパターン123を通達し、担当エージェントを向かわせてください。SCP-566JP はその構造上複数の人間に影響を及ぼす可能性があります。担当エージェントは販売された SCP-566JP を回収した後、個数の確認を怠らないよう注意し、かけていた場合は全て追跡してください。説明 SCP-566JP は未知の手段によって全国のサービスエリアや土産物店に複数個配置される、おばあちゃんのふるさとラング、ドー、シャ、という文字と、老婆がいろりでラングドシャを焼いているイラストが印刷された36枚の個包装のラングドシャが入った箱です。背面には一般的なものと同様の原材料、賞味期限、内容量が記載されており、製造会社の欄には、如来観光食品加工食品流通課の文字が印刷されています。この企業は公式には存在が確認されておらず、現在も捜索中です。商品の配送ルートから同企業を追跡する試みはこれまで成功していません。旅行先で SCP-566JP を認識した旅行者は、高い確率で SCP-566JP を土産物として購入します。この反応は財団が指定する各種の強制力や認識災害につながる異常なミーム的能力によるものではなく、観光学的見地に基づいた値段、品質、内容量のバランス及び個包装やパッケージ、イメージングなどの商業的手段による、SCP-566JP の観光土産としての価値の高さに由来する魅力によるものであることが確認済みです。SCP-566JP の異常性は、購入者から SCP-566JP を分配され、それを接触しかつ購入者の旅行に同行していなかった人間に発現します。この反応は購入者から分配されてさえいれば完全に接触しなくても発生し、例えば1枚のラングドシャを分割して食べたり、胃内部に残留した未消化のラングドシャを接触した場合、SCP-566JP の影響下になります。購入者自身、一緒に旅行した家族などが接触しても影響はなく、通常の食品と同じ反応を示します。SCP-566JP を接触した人間は、接触後すぐに SCP-566JP の販売されていた地域を突き止めようとします。接触からおよそ10時間以内に、接触者はその土地に向けて何らかの手段で出発し、そこに滞在するようになります。接触者を該当の土地に行かせないようにする実験では、1ヶ月以内に全ての接触者が発狂するという結果に終わっています。その土地に滞在し、時間が経過するにつれて接触者はその土地に愛着を感じるようになり、3日以上滞在した場合ほぼ必ずその土地に移住します。移住した人物のそれからの行動は特に限定されないようですが、移住先への極めて高い執着心と無根拠な信頼が強く現れるようです。SCP-566JP はそれが配置される地域によってわずかに異なったものが発見されており、最も多い、ホワイトチョコレート味、とは別にこれまでに15種類の異なるパッケージが確認されています。SCP-566JP が回収された場所、味、及び尾行。沖縄県石垣島カビラ湾沿いのコンビニエンスストア、塩味。鹿児島県庁内売店、紫芋味。沖縄県においても同様の製品を回収。愛知県刈谷市ハイウェイオアシス内直売所、八丁味噌味。付近の SA で同様の商品を数点確認。愛知県ジュニア名古屋駅、赤福味、中のクリームにこしあんが使用されている。宮崎県の道の駅、大隅屋五郎伝説の里、内売店、薩摩黒豚味、原材料に豚の油を使用しているとの記載。都内デパートにて開催されたご当地グルメフェア内、野沢菜味、海ぶどう味、さくらんぼ味、段ボール、箱を収容。長野県茅野駅前ビルの売店、八ヶ岳爽やか森林風味。内容物は通常の味と完全に同一。近畿地方全域、塩バニラ味。北海道旭山動物園内売店、熊谷、いくら丼味。
どんぶり、の文字が強調されている。奈良県近鉄奈良駅内の売店、抹茶黒蜜味。食べやすいように5個ずつの小さ箱に分割されていた。熊本県八代郡宮原 SA 売店、いきなり団子味。老婆が、と見られるキャラクターのコスプレをしながらラングドシャを焼いている。東京都成田国際空港売店、ホワイトチョコレート味。ただし原材料にベーコン使用。千葉県浦安市東京内売店、エンポリアム、塩バニラ味。老婆が、と見られる被り物を被ってラングドシャを焼いている。サイト、8181休憩室、みかん味。休憩室に、愛媛に旅行に行ってきました。皆さんで食べてください、とのメモと共に放置。監視カメラの映像は謎のノイズにより解析不可。栃木県佐野市、佐野安らぎの湯、内売店。いちご味。内部の個包装に栃木県出身の芸人、がギャグを交えつつ栃木県の特産物を紹介するコラムが印刷されている。所属事務所に問い合わせたところそのような仕事を受注した記録はなかった。ほい、インタビューログ。SCP-566JP の影響を受けて青森県に移住した男性。対象の勤務する会社の同僚が出張の際 SCP-566JP を購入したことで、同社の同僚24名、掃除のアルバイトの女性1名が同地域に移住。対象は移住のための資金を得るために持ち家と土地、車2台、いくつかの宝石と指輪を売却。これにより彼は妻と離婚している。インタビュアーエージェント、黒土。録音開始。こんにちは、良いお天気ですね。こちらの、あれ、いや、畑、では、何をなさっているのでしょうか？マンゴーを埋めているのさ。きっと元気に育つだろう。マンゴー、ですか。こちらでの生活は長いのでしょうか？これでも2週間前まではサラリーマンなんてやってたんだけれどね。ある日なんでか一口の匂いが懐かしくなったんだ。ここに来たという同僚の話を思い出してね。有給を取ってふらっと来てみたらどうだい。あっという間にこの時の虜になってしまった。すぐに会社に退職届を叩きつけて、向こうで持っていた家も全部売っ払って、ここに時を買ったんだ。結構でございますな。以前の職場の方や、その、家族の方々には反対されなかったのですか？そりゃあ嫁と息子には大反対されたさ。何をバカなことを言ってるの。まだローンだって。手目をつり上げてね。いつまで経ってもそんな極物めいたことを考えているから、あいつらはあんなところに残ったんだろうな。ゴミゴミした町、ぎゅうぎゅう詰めの人、ははす。それに比べてここはどうだい。決して豊かではないが、ここには理由がある。青い大空と、肥沃な大地、夢が、希望があるじゃないか。うふふ。そこんところがわかってない。だからあんなところにしがみついちゃってんだよなぁ。あいつらは。さようですか。ありがとうございました。それと、勅使河原さん、同様に移住した人間、もう家を教えていただけませんか？少し伺いたいことがあるので。さあね。ちょっとわからないな。この辺にはまだ詳しくないんだ。ああ、そうですか。ありがとうございました。あと、ここでマンゴーを作るのはやめた方がよろしいかと思いますよ。いやいや、大丈夫さ。この時の月は栄養がたっぷりだからね。ちょっと寒いけど、元気な月さえあれば。なんだって育つよ。それにマンゴーも宮崎県から取り寄せた最高級のものを埋めてる。大丈夫、大丈夫さ、絶対にね、田舎、最高。録音終了。終了報告書その後のエージェント、黒土の調査で、対象の耕していた畑に死体となった勅使河原氏が埋められているのが発見されました。金品及び通帳が強奪されており、土地を購入する資金に足りない分を埋め合わせたと見られています。